はい、よろしくお願いします。今回は2018年6月後半の時事問題、まあ、前回の続きですね、をやっていきます。で、今回ニュースが4つで、穴埋めが5個ありますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっとこれ知らないななんてのがあれば、今からね、自分が少し説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、個人的にはね、この1個目のニュースなかなかな衝撃だったんですけど、そのね、ゲーム、まあ、やる方いると思うんですよ。自分もゲーム好きですけど、ゲームのやりすぎで、日常生活に支障をきたすと。そのまあ、ゲーム依存の状態ね。もうゲームに依存しちゃってる状態を、ほにゃららっていう心の病気、まあ、精神疾患ってやつですわ。に認定するってね、WHO が発表したんですよ。で、一応そのゲームの依存の状態を、まあ、ゲームでね、障害が出るっていうんで、そのままゲーム障害。っていう、一応名前に今はなってます。ゲーム障害ですね。で、これ今回穴埋めにはしてないんですけど、この WHO、まあ、世界保健機関ね。この部分もぜひ覚えておいてください。で、一応その本格的な実施に関しては、すぐではなくてね、来年の5月だっけな。そこで正式決定するっていう話なんですけど、これね、なかなかじゃないですか。まあ、ネットで問題にはなってますね。なんか議論にはなってましたけど、で、これね、間違っちゃいけないのが、例えば、ちょっとさ、ゲームがすごいやってて、なんか、ゲームばっかりやってて、みたいな。それがゲーム障害じゃないんですよ。本当に、もうゲームばっかりになってて、他のこと、他のものに全部やる気がなくなってしまったりとか、食欲もなくなったから、すごいこう、日常生活に本当支障をきたすっていう、そこまで行くと、ゲーム障害っていう認定されますよ、なんていう今新聞には書かれてるんですが、まあ、きっとね、この来年5月に近づくにあたって結構議論になるとこかなと思います。いいかな。で、次ですね。あ、これちょっと赤で書いてたね、ここね。いつも青で書いてるんですけど。まあいいか。で、2番目がですね、今度アメリカです。で、アメリカがね、19日に、ホニャララ会っていうとこから脱退するよって、まあトランプ政権が発表しました。で、最近ね、脱退続きなんですけど、前ユネスコからも脱退してるんで、アメリカ。で、今回脱退したのが、まあ、国連絡みですね。国連人権理事会っていうとこから脱退しました。でですね、なんで脱退したかっていうと、これ関わってるのがね、イスラエルっていう、このね、ここが関わってるんですよ、イスラエル。まあ、聞いたことある方ね、いると思うんですけど、で、これ何かっていうとね、その、アメリカのトランプ政権、トランプさんですね、は、イスラエルをね、ちょっと守る、守る立場というか、そういう風に考えを持ってらっしゃると。まあ、擁護する感じね。イスラエル守ってくぜ、みたいな感じなんですけど、この国連人権理事会はね、イスラエルをめちゃくちゃ批判するんですよ。そう、批判した立場を取っていて、だから、自分がさ、まあ、守りたい、大切にしてたいものを、思いっきりこう批判してくるから、ふざけんじゃねえと。そう。あ、そんなとこやめてやるよ、みたいな感じで、トランプ政権が、まあ、脱退を発表すると。で、さっきも言ったように、ユネスコからもね、この前脱退してるんで、アメリカは。なかなかね、まあ、この後どうなっていくかなっていう感じはします。まあ、この、なんだっけ、この前のね、北朝鮮との対談とか、なんかすげえことなってんな、みたいな印象はあるんですけど、まあ、裏というかね、あんま目立たないところで結構ね、ちょっとね、ごたごたしてて、アメリカに関してはね。そう。まあ、こんなとこがありましたと。いいかな。で、三つ目です。まあ、今盛り上がってるんでね。まあ、前回のやつでもワールドカップのネタ2個入れちゃったんですけど、もう1個いきます。今、ワールドカップロシア大会やっておりますと。で、今回ね、導入されたシステムがあって、際どいゴールシーン。まあ、ゴールね、あるじゃないですか。で、ゴールを、ボールがさ、入ったか入ってないかっていう、際どいところってやっぱあるわけですよ。ギリギリでこう、キーパーが出すみたいなシーンが出てくるんですけど、そういう際どいゴールシーンなんかの場面で、審判がさ、場所によっては見にくかったり判断できない時があると。だから、映像を使って、それで確認することができる、ホニャララっていう、今回システムが導入されています。で、これぜひ名前ね、覚えておいてください。アルファベットで VAR です。これは、ビデオアシスタントレフェリーの略です。ビデオアシスタントレフェリーね。ビデオアシスタントレフェリーです。そう。っていうのが導入されてると。
で、何回か使われてましたよね。これ一回なんかね、そのゴールシーンだけかな、ひっくり返ったシーンがありましたけど、点がなると。まあ今までサッカーはなかったんですけど、これワールドカップに関してはね、まあ、今回導入されております。で、ラストです。で、最後はですね、残業時間。まあ仕事した時に、例えば、まあ、普通にね、みんなのお父さんお母さんとかもそうかもしれないですけど、5時までですよと、夕方の仕事が。一応契約では5時までですって言われてるんですけど、まあ自分もね、社会人の時そうでしたけど、5時に終わんないわけですよ、仕事が。そしたらどうするって残るしかないんだよね。6時、7時、8時まで残ると。その5時までって言われてるのに余計に残ったところは残業時間っていうわけですよ。残って仕事をした時間です。でも、その残業に関してはちょっといろいろ問題になってて、今回その残業時間を罰則付きで上限規制すると。ちゃんと、例えばね、今まで問題だったのは、残業させたところっていうのは、もともと契約外じゃないですか。余計に仕事してるんで、お金出さなきゃいけないんですよ。残業代って言って。でもそれを、残業代出しませんよっていう、そのなんか、暗黙の了解じゃないですけど、まあ、普通に仕事してってよ、みたいな感じだから普通になっちゃってたんだけど、それがダメですよと。ちゃんとしなさいっていう、その残業に関して。それだけじゃないんだけどね。でそういったことを柱とした、ほにゃらら関連法っていうのが、この前参議院で成立しました。で、まずこの名前から行きましょう。これね、結構覚えやすくって、まあ、その、仕事時間の働き方ね。働き方を変えていこう。つまり改革していこうってことで、働き方改革関連法と言います。働き方改革関連法。これがまあ参議院で成立しましたと。で、今の話だけ聞いていると、まあ、働いてる側が今までお金もらえなかったところがもらえるようになると、ちゃんと、労働者、働く人が、働きやすい環境になっていく。つまり、労働者のメリットが、ね、期待されるわけですよ。いいところがね。なんですけど、これ一個ね、ちょっと問題になってるところがあって、一部の専門職を、労働時間の規制から外す、ほにゃらら制度っていうのが一緒に、まあ、成立しようとしていると。まず名前から行きましょうか。これがね、高度、入るかな？これちっちゃくなっちゃった。高度プロフェッショナル制度。片方合ってる？プロフェッショナル合ってる。で、高プロなんていう、まあ、これね、高プロなんていう略し方もするんですけど、高度プロフェッショナル制度っていうのが問題されてます。だから何かっていうと、一応条件はついてるの。年収で結構高い。1075万だっけな？ちょっと具体な数字変わったらごめん。確かさっき調べたら1075万だった気がする。まあ年収これを超えてて、あとその専門職、まあ、一部決まってるやつなんですけど、そこは、このね、労働時間、例えば残業するじゃないですか。そういうのを今規制してるわけじゃん。そのね、残業した時にお金出しなさいよ、みたいな。そういうのから外しますよっていう。だ今まで通り残業してもお金出ませんみたいな、いうのが、まあ、決めようとしてると。そう、一部だけなんですけどね。だそれがまたね、いろいろ問題になってる。いや、意味ねえじゃねえかと。なんでこっちだけ外すんだとか言われてたりとか、まあ、ネットとか見ると、いやいや、いっぱい金もらってんだから、そのぐらい働けよとかね。まあ、いろいろ意見があるよ、そこはね。まあ、自分は、お金もらってるからとか、専門職だからいいっていう話ではないんじゃないかなとは思ってますけど、まあいろいろこれからね、意見が出てきたり、形が変わったりとかはしていくと思うんですが、まあ現段階、今これ7月2日に撮ってるんですけど、まあ6月のね、このニュース、この段階では今この状態ですので、ぜひね、このニュース覚えておいてもらえたらと思います。では、今回はね、2018年6月後半の時事問題やらせていただきました。今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。